はい、皆さんこんにちは。今日はアカシューのケーキを食べていきます。いちごと抹茶のマカロンのケーキですね。マツコの知らない世界で三大ケーキ屋さんとして選ばれたケーキ屋さんです。かなり有名ですね。買えました。美味しいです。これはね、カナーンの HDMI アダプターですね。分配器です。1入力から2出力です。 HDMI 分配器から伸びてきたコードの片方はこのカムリンク 4K を介してパソコンにつなぐことでピックタイムで録画をしています。そして分配器から出たもう片方はそのままテレビにつないでいます。そうすることでゲームがラグなくできるんですね。そしてこれはエレコムの無線 LAN ルーター。意外とでかい、そしてあったかい。長時間使った時にどうなるかが心配です。さあ、これを開封する動画を見ていきましょう。エレコム Wi-Fi 6、 テレワークに最適スタンダードモデル。なかなか早いね。30台つなげる。いいね。 MacOS、 iOS、 Android、 Windows 対応。素晴らしい。エレコム初めてのまず箱を開けていくんですけども、シールを切り取りパカッと開けます。そして開くと説明書とパスコードの書いた紙が出てきます。説明書は2枚、簡単セットアップと説明書です。そして箱から取り出してベリッベリッ袋を破って置きます。そして4ポートの出力と1ポートのイン。これが AC アダプターとランチーブ。置いてみましたが、前のバッファローよりも二回りでかいです。結構大きい。そしてこれがパソコン周りですね。折りたたみ机と動く椅子です。 M1 の MacBook Air、 デールの24インチディスプレイ、 USB-C 対応ですね。そして 1TB の SSD、 エレコムの SSD です。エレコム好きなのかな私は。そしてサンワサプライの Bluetooth キーボード。これ Mac 対応なので Mac の配列にもなっています。カナ英数変換コマンドオプションが Mac と共通にできますので、 Mac のキーボードから乗り換えても違和感なくできます。そして Bluetooth マウス、これもサンワサプライ。ブルー LED 対応なのでガラスの上でも OK。 ハードディスクが2個あります。 4TB が2つです。片方は 1TB をタイムマシン、 3TB を動画バックアップ用、そしてもう1個は全部動画のバックアップ用です。電子小物類ですね。まずは iPhone でマイクをつなげる端子、純正です。これは HDMI からディスプレイポートに変換する端子。マイクとイヤホンを USB に変換してくれます。これマイクロ USB ですね。オーディオオス端子。そしてこれがマイクです。ソニー製のマイクとなっています。詳しくは概要欄に貼っておきます。飛んでみてください。この音声もこのマイクで撮っています。そしてこのマイク、 Mac にそのままつなげてもダメだったので、一つのイヤホンジャックからマイク端子、ヘッドホン端子で分岐するケーブルを買っています。いろいろ買ったんですけども、これだけやればなんとか今録音できていますので十分かなと思います。そしてこれが Wish3 の Bluetooth スピーカー。バッテリーは入ってるんでバッテリーでも動くんですが、基本的にはずっと電源につないでいます。そして裏側は端子類が豊富です。 SD カード、 USB、 そしてヘッドホンジャック。これだけ豊富な端子がついてお値段2キッパ。いやー、安かったっす。ピンクジャパン e ホームミニ、これが赤外線リモコンです。これにリモコンの情報をすべて登録して Google ホームから全部情報を飛ばします。最新のニュースをお伝えします。日経電子版ニュースから今日17時59分のニュースをお送り。ニュース終わり。最初はこっぱずかしいですけど、慣れてくると便利ですよ。はい、このデスクなんですけれども、このモニター非常に便利なところが、これとケーブル1本になってるんですね。パソコンとケーブル2本刺さなくていいんです。このタイプ C テーブル1本で電源と映像どっちも送ったり入れたりすることができます。出るのもいいんだ。すごいこれ高性能。上がったり下がったり角度が変わったり、
上向いたりするんですね。この電動の台座、このまま足を固定したままこうやってモニターもあるんですよ。ちょっと素晴らしい。この台は最高。横に USB が2本端子があって、こうタイプ C じゃなく 3.0 ですね。裏には USB が2つ、HDMI が2個、ディスプレイポートが1つ、USB-C が1個ついてます。もちろんモニターも多様です。素晴らしい。この M1 Mac ですけども、今3時間ほどフル HD で編集をしていましたが、裏触ってもほんのりあったかい程度で全然熱くならないですね。フル HD で編集してても全然カクつくことないですし、まあ、基本的にデータはエルコムの 1TB の SSD に全部入れてるんですけども、スロー再生するとちょっとカクつくんですけども、それ以外に関しては全く問題なくできていますので、非常にこの Mac いいですね。まあ、20万で買えるパソコンにしてはすごいと思います。ファンもなしでここまでできるって正直すごいと思います。良かったです。最初はこのようにすごいシンプルな机だったんですけども、なんかデータが増えるに従って記録媒体が増えていき、スピーカーが増えていた結果こうなっちゃったんですね。これだけだったらまだかなり安く済んでたんですけども、まあ、物事ってこだわるといろいろお金がかかるんですね。これでも全然最初はできていたんですけども、やっぱ効率のいい環境を作っていこうということで、今のような形になっていきました。また環境が変わるかもしれないんで、そしたらまたご紹介させていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。